はい、どうも皆さんこんにちは、リモン鉄道チャンネルです。私はですね、現在博多駅前におります。博多駅前のね、博多バスターミナルからですね、今回はとあるバスへと乗っていきたいと思います。今回乗るバスはですね、博多バスターミナル始発トスプレミアムアウトレット行きのですね、臨時直行バスでございます。私が乗るのはですね、9時ちょうど発の便となりますね。このバスはですね、一応乗車予約制のバスとなっているそうですね。博多とトスの間って結構短いんでね、自由席制度かなと思ったらそこは違うのでね、気をつけたいところでございますね。ちなみにトスプレミアムアウトレット行きのバスはですね、36番乗り場から発車いたします。36番乗り場はですね、デフォルトならば東京行きや鹿児島行きが発着するホームです。36番乗り場は比較的閑散としたホームでございますので、このようにトスプレミアムアウトレット行きのバスが到着するのでしょうかね。ということでバスの中へと入っていきたいと思います。バスが到着したのはですね、発車1分前。これは結構有意識ことでもございます。そして車内のライトはなんとついていませんでしたね。どういうことだ、この車はそれなりに訳ありの車なのかなとも思ったんですけれども、ただ単に運転手さんが付け忘れてただけだったそうです。ということでね、帝国より3分遅れて博多バスターミナルを出発、終点のトスプレミアムアウトレットまでノンストップで参ります。ちなみにですね、天神とトスプレミアムアウトレットを結ぶ高速バス路線というものはですね、定期的に運行がされているんですけれども、博多駅とトスプレミアムアウトレットを結ぶ路線に関してはですね、バーゲンなどの多くの来客が見込まれる時期にですね、臨時で運行がされているといったような感じでございます。このバスはですね、太白通りを走行し、呉服町交差点より右折、そして千代ランプからですね、福岡都市高速へと入るそうですね。ここからは車内の様子を見ていきたいと思います。車内で無料 Wi-Fi が使えるというステッカーが貼ってありました。訳ありのコルクの車でも使えるのかなとも思ったんですけれども、無事に使えましたね。このバスにはですね、コンセントがついておりました。前乗った9359号車に関してはですね、コンセントを取り外した跡があったなぁとね、思い出します。そして乗車時に運転手さんからいただいたものを紹介します。これはですね、パンフレットに見えますがクーポン券だそうです。ブランド店からフードコートの飲食店にまでね、割引の範囲はあるようですね。これを見るだけでもね、トスプレミアムアウトレットには多大な店があるのだなとも思いました。ちなみに割引の相場 5% から 10% ぐらいでしたね。このバスは新車導入以来10年間ですね、湯布院を結ぶ路線で主に使われていましたのでね、外国語表記の車内設備などがね、数多く残っておりました。ちなみにですね、車内はですね、 2+2 列の4列シートとなっておりました。シートカバーがいかにも西高らしさを感じさせます。座席と座席の間には肘掛けがございますので、完全に中距離仕様といったような感じですね。追記リクライニングシートでございました。ちなみにですね、進行方向左側後方にございますトイレはですね、恐れ入りますがトイレ使用できませんと書かれており、どうやら使用ができないようでしたね。バスの耐用年数的にもこのバスには結構ガタが来ているのかなともね、感じさせられましたね。ちなみにこのバスは4列シートのバスであることより、自由度がかなり高いことによってですね、先が長いとは言いませんが、今後ともしばらくは走り続ける車両ではないのかなとも思いますね。ちなみに今回乗ったバスはですね、福岡高速5983号車でございます。ちなみにこのバスの所属はですね、福岡高速営業所になっているはずなんですけれども、運行はですね、博多営業所が行っております。このバスはですね、博多営業所にリースがされている車ということなんでしょうかね。ちなみに以前はですね、亀の湯バスにもリースがされておりました。このバスの形式は PKG RA274 RBN。このバスは2009年式の車となりますね。九州号の西高車もですね、4列シートだったら居住というものはかなり変わってきたのかなともね、考えさせられますね。大昔のように県営や歳費バスに譲渡なんかもね、あり得たかもしれませんね。ちなみに九州急行の旧型エアロエースの一部に関してはですね、変身3列シートから4列シートに改造してあるそうですね。おそらく西鉄保有の3列シートの車は改造することなくそのまま廃車になっていくものかと思われます。このバスは福岡都市高速を太宰府インターまで走行し、太宰府インターからは鳥栖ジャンクションまで九州自動車道を走行、そして長崎自動車道の鳥栖インターよりね、高速道路を降りて一般道を走行し、トスプレミアムアウトレットへ至るというね、経路をとっております。ということで太宰府インターへと到着いたしました。ちなみにこのバスはですね、高速バスでございますので、都市高速道路内も高速で走行しておりました。まあ言われてみれば当たり前のことなんですけれどもね、
都市高速系統のバスに乗ってばかりいる私にとってはですね、もの珍しく感じてしまいましたね。ということで、太宰府インターからですね、九州自動車道へと入ります。ちなみに、このバスはですね、九州自動車道内に位置する、筑紫野や高速木山は通過いたします。まあなぜかというとですね、このバスが直行バスだからですね、仕方がないっちゃ言えば仕方がない感じでございます。そしてこのバスに関してなんですけれども、新車導入時からこのバスは由布院を中心にですね、運行経路が取られていたみたいなことをね、私言ったと思うんですよね。ちなみにですね、近年は外国人観光客の増加や旧大線の不通などによってですね、結構多くのお客さんに利用してもらっていたそうですけれどもね、そちらの需要がですね、まあ落ち着いてきたっていうこともあってですね、以前の水準1日19往復に逆戻りするそうです。はい、ということで鳥栖ジャンクションへと差し掛かってきましたね。鳥栖ジャンクションからですね、一旦長崎自動車道に入った後にですね、鳥栖出口からこのバスは一般道へ降りていくといったような形になるそうです。ちなみに由布院号と名前が似ており、同じ大分地区を中心に運行がされている湯の国号はですね、逆に苦しい立場へと立たされているようです。だいたい1日9往復が設定されていたそうなんですけれどもね、度重なる減便によって現在は1日4往復といったような感じだそうですね。こちらの路線は西鉄バス北九州、大分交通、大分バス、亀の井バスによる4社運行でございましたが、現在は西鉄バス北九州の単独1社の運行となっているそうです。九州自動車道は完成したのにこんなに乗客が少なかったとは思わなかったでしょうね。ということで少し話はそれましたが、鳥栖インターよりこのバスは高速道路を降りてですね、一般道を走行しております。以前この付近をですね、散策した時はですね、非常にね、渋滞していたなとも思ったんですけれども、本日は大したことなかったですね。一般道を走行して10分ぐらいかな、そうするとですね、反対側にですね、鳥栖プレミアムアウトレットの大きい駐車場が見えてきました。ということはね、まもなくバスは鳥栖プレミアムアウトレットに到着するのかなとも思いますね。ちなみに半年前ぐらいにアップロードしたね、鳥栖プレミアムアウトレットの直行臨時についての動画ではですね、鳥栖プレミアムアウトレットについてはですね、何一つ触れていませんでしたのでね、ここからは私がですね、鳥栖プレミアムアウトレットのね、まあ詳細というものを紹介していきたいと思います。言わずとも知れたね、ブランド店が軒を連ねるアウトレットモールなんですけれども、開業はですね2004年、まあ結構古いんですね。古いというよりも私が生まれた頃、それよりもちょっと後って言ったような感じでございまして、完全に私目線ですけれどもね、鳥栖プレミアムアウトレットのね、外観というものはですね、やはりアメリカンな感じがいたしますね。アメリカのカリフォルニア州のね、とある都市をモチーフにしてデザインがされたそうですけれども、そういうことは置いといてですね、鳥栖プレミアムアウトレットからはですね、九州各地または下関山口地区などにですね、買い物客用の予約制の定期観光バスが運行されているそうです。その他にもですね、中国人や韓国人観光客の日本訪問ツアーのですね、経路にこの鳥栖プレミアムアウトレットが組まれている場合があります。日本にまで来て海外ブランドを買うのかなともね、ちょっと疑問に思いますがね。鳥栖プレミアムアウトレットへと到着いたしました。私はここで降りていきたいと思います。ちなみに今回乗ったバスはですね、日の鳥塗装のバスでした。要は中距離高速バスで運行がされたということですね。短距離ながらも中距離型で運行されるということは、まあまあ乗り得なのかもしれませんね。ということでね、先ほどのバスはですね、鳥栖プレミアムアウトレットから博多営業所まで改装されていきます。ちなみにですね、朝の時間帯は鳥栖プレミアムアウトレットから福岡方面へ向かう高速バスは運行がされておらず、鳥栖プレミアムアウトレットに到着し次第、博多や佐賀などといった各々の営業所へと改装がされているそうです。ということでね、鳥栖からはですね、 JR に乗って福岡方面へと帰っていきたいと思います。今回私が乗る列車はですね、快速博多行きでございました。7両編成での運転ということは、おそらく4両プラス3両の列車で来るのかなとも思いましたね。ということで快速博多行きが到着。前方の車両は811系でしたけれども、後方の車両はですね821系でございました。ということは811系に乗った方が快適なのかなとも思いましたね。新型車両である821系はですね、基本的に811系と並列運転が行われているといったような感じだそうですね。はい、ということでね、早速乗っていきたいと思います。ということで今回の動画はですね、これにて終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。今回はご視聴誠にありがとうございました。おすすめの動画を貼っておりますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。
右にある私のチャンネルのアイコンからチャンネル登録ができます。